越前水仙が見頃の時期になりましたね。今回は越前水仙の生産を応援し、全国に売り出すための活動をご紹介します。福井県の花、越前水仙。冬の日本海の風や雪に耐え抜いて美しく咲く姿は、忍耐強い県民性に通じると言われています。こちらは越前岬の水仙ランドです。満開の時期にはおよそ1万5000本もの越前水仙が咲き誇ります。水仙ランドの中心にある水仙の館では、11月から3月の開花時期以外にも1年を通して水仙が咲いており、いつでも美しい花の姿と素晴らしい香りを楽しむことができます。ずっと水仙がね、海岸沿いに咲いてて、すごいと思いました。この福井のシンボル、越前水仙を県外へ売り出し、より多くの人に知ってもらおうと、県では様々な活動を進めています。越前水仙を多くの地域で販売するには、品切れを起こさないよう生産量を増やし安定させる必要があります。水仙が育つには涼しく雨の多い環境が必要です。そのため、夏に気温の高い日や雨が降らない日が続くと花が咲かなくなってしまいます。そこで今年度初めて水仙畑に水をまくためのスプリンクラーの設置を支援、気象の影響を減らし、より安定して生産できるようにしました。また、綺麗な花を咲かせるには、球根の植え替え作業が必要です。しかし、水仙畑は山の斜面などにあるため、高齢の生産者はなかなか作業を進めることができません。こうした生産者を助けるため、県内各地からボランティアを募集。200人を超える人々が協力して、延べ500平方メートルもの水仙畑の球根を植え替えました。様々な人の努力の末に育った越前水仙は、例年11月に本格的に出荷され始めます。県内はもちろん、大阪や京都など関西地域を中心に県外の多くの地域で販売、今年度は250万本の出荷を目指しています。さらに販売数を伸ばすために、大阪の花市場で開催されたイベントでは、集まった大勢の人に越前水仙をプレゼントしたり、展示を行い、多くの人に水仙の美しさをアピールしました。また今年度初めて東京の大手フラワーショップで計2万本の水仙を試験的に販売、販売ルートを増やす準備を進めています。越前水仙を売り出すために様々な活動が行われているんですね。県では現在、越前水仙を日本全国へ送ることのできるキャンペーンを実施中。期間限定の特別価格でご提供します。ぜひご利用ください。たくさんの方に越前水仙の魅力を知ってもらいたいですね。ぜひお世話になっている方やお知り合いの方に感謝の気持ちを込めてプレゼントしてみませんか？